しっとりね学ぶくん、かたまなぶくん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お元気ですか？元気ですよ。元気です。わー、ママ久しぶりね。久しぶりね、学ぶくんね。見ること、やめて。久しぶり、あの見ないね、こっちが。見て、こっちが見てるね。ママ、何やもう。どっちがどっちかわからない。ママ、いつもはどっち見てるの？全然ね。ということで、今日はリサイクルってたい。いらなくなったものを捨てるっていうのもったいないですよね。もったいない。まだ使えるとか、何か新しいものに変わるとか、それって大事なことじゃないですか。いや、大事よ、大事なものだよ。なんで急にこっちに来たの？あんたもリサイクルしたほうがいいじゃないんだ。そのリサイクル、あ、今日は市民リサイクル活動助成金制度について調べなんてたい。僕はリサイクルに回されないよう頑張ります。まなぶくんがやってきたのはゴミ減量推進課。案内をしてくれるのは猫好きと野球好きに悪い人はいないと思い込んでいるアナミさんです。市民リサイクル活動助成金制度なんね。まなぶも学ぶ。熊本市では平成4年9月から再生資源集団回収活動に対して助成金を交付していますが、来月からは名称を市民リサイクル活動助成金制度に変更します。市民リサイクル活動とは、熊本市民の方で自治会や子ども会など営利を目的としない団体が家庭から出る新聞や空き瓶、アルミ缶などの資源を回収し、回収登録業者に引き渡す活動です。資源物の収集日に出すのはダメと。資源物の収集日に出すこともできますが、市民リサイクル活動には様々なメリットがあります。一つ目はリサイクル意識の向上。二つ目に、集めた資源物を登録業者へ売却することで得られる売却益。そして三つ目として、売却益とは別に後日熊本市からお支払いする助成金があります。この助成金は団体の親睦会や地域の夏祭りなどの活動費用として幅広くご活用いただけますので、地域のコミュニティの活性化にも役立ちます。いくらもらえると？来月から助成金の改定も行います。回収量に応じた助成金は全品目で1キロあたりの単価を6円から7円に増額します。また実施回数に応じた助成金は実施した月数をもとに算出する方式に変更します。1円じゃ子供でも喜ばんけんね。令和元年度の助成額を来月からの算出方式に当てはめると、熊本市全体で380万円ほどの増額となりました。これまで以上に集めれば集めるほど助成金がアップする制度で、熊本市は政令指定都市の中でも最も高い助成額となります。あ、いない。あれ、まなぶくん。お金が大好きなまなぶくんは積極的に活動している団体を訪ねることにしました。私たちの子ども会では年に6回ほど市民リサイクル活動を行っています。熊本市からの助成金は年間およそ10万円で、新型コロナ以前は餅つき大会や日帰り旅行などの活動費に使っていました。子どもと大人の交流が活発になりますので、これからも続けていきたいと考えています。今回の制度変更では、回収量の多い団体などへの表彰制度も導入します。登録団体の新規加入も受け付けていますので、ぜひ参加してください。はい、表彰式のプレゼンターにまなぶを起用しませんか？ね、こういう制度とか助成金とか正しく知って正しく使うととってもいいですよね。もう資源物を換金して得たお金とは別に助成金ももらえる。で、それが地域や町内会のために役に立つとなったらとってもいいことだと思いますけど。素晴らしい。ねえ、そしてやっぱり今なかなかそういう地域のお年寄りとの触れ合い、僕たちも少なくなってますから、これで触れ合いが多くなるのもいいと思います。ということで、しっとりで学ぶ、また
来週です。ありがとうございます。ありがとうございます。